そこまで言って委員会はパレスチナ問題を討論しました。フィーフィーさんがアラブのエジプト出身の立場からアラブの国々がパレスチナを見捨てていると自己批判しています。中東は日本のエネルギーという重大問題になります。経産省、経済産業省の失敗が痛いのですが、経産省出身で政府べったりの石川和夫さんがなんか言っています。フィーフィーさんと石川和夫さんの発言聞いてください。中東のほとんど力を持っている国はアメリカ寄りです。これはフィーフィーさんしか言えないけどね、はい、そう、私たちの責任がめちゃくちゃ大きいです、うん、アラブ連盟もはっきり言って弱くなったというか、自分たちの使命や責任を全然果たしてこなくて、もっと私たちが言わなきゃいけなかった問題が起こった。その責任っていうのはどういう責任っていうこと？あの交渉できたんです、うん、でもあれを置き去りにしたのは自分たちのことしか考えない指導者しかいなかったの、エジプトも含め、うん、そう、そういうこと。あ、そうですよね、僕言っちゃいけないんだ。じゃあ、アラブの責任は非常に大きい、一番大きいかもしれない、うん、あ、軍事力強く、そんなきれい、それこそ敬語でそんなもんやめた方がいいっていうのと、あと僕はもう一つ皆さんに問いかけたいのは、ああいうことが起こった時に日本が何をするかじゃなくて、日本の将来を日本人がどう考えるかってなった時に、ほら、いいですか、僕はエネルギーの例で言いますよ、まあ、食料とか他もあるけど、エネルギーの例で言うと、やっぱり中東っていうのは、日本はね、中東から油とか、あと一部天然ガスとか、たくさん依存してるんですよ、今に。うん、あの50年前の第4次中東戦争の時に、オイルショック出して、てんやわんやで、うちのお袋なんかトイレットペーパー、天然ガスと原子力を一生懸命入れてきたわけよ。で、今どうなってるかというと、それがまた大丈夫だ、大丈夫だって、なんか元に戻って、今や中東依存だ、さっきもあったでしょ、90何パーっつってね、ああいうふうになっちゃってる、来なくなるねというリスク管理のことを議論しなきゃいけないのに、本当に国家間同士の。こんなだから安全保障ってのはそれぐらい複雑だということ、それを考えるということです。でもさ、石川さんさ、ちょっと一点してもいいですか。どうぞ。それ天に向かって唾じゃない。なんで？だって日本のエネルギー戦略進めてきたのは石川さんじゃない。なんでこれまでずっと放置してるの。放置してねえよ、俺一生懸命俺はやったけど警察しかやってない。彼の意見は通らなかったわけだ。はい、日本の再生エネルギーの準備がものすごく遅れていること知ってますよね。再生エネルギーは現在の世界で最も重要なポイントです。エネルギー問題を担当する経産省は原子力利権を守るために日本が再生エネルギーを準備することをことごとく邪魔してきました。そういう石川和夫さんが中東問題の今、原子力を拡大しようと言っている。経産省及び安倍晋三、彼らがエネルギー問題でどういう悪事をやってきたのか、厳しく追及したいです。